試合は楽しい。ストライク、バッターアウト。ここまで2打点のエースで4番、まさにこのチームの柱ってとこだな。フォアボールだけは勘弁しろよ一年坊主。ストライク。チームの柱であるこの人だけは絶対三振に取りたい。ここを力でねじ伏せ、試合の流れを変えるぞ。ストレート、ヒット。20世紀最後の魔球と言われたスプリットフィンガードファストボール、お前の得意なボールでねじ伏せろ。流れが変わった。ナイス。どうだ、気持ちいいだろ。仲間から受ける心からの声援ってやつは。おお、息を吹き返しやがった。沢村、古谷の打席が終われば次はお前だ。ついに一軍デビューだね。あの野郎、三振して動揺してるとこにとどめ刺しやがった。俺はこの人と出会ったから今聖堂にいるんだ。もう交代か。選手の交代をお願いします。じゃあ古谷に代わって沢村。面に叩きつける。こいつのフォーム、ボールの出所が全然見えへんかったぞ。よし、ライト前ヒット。続けよ村田。おっしゃ。引っかかったな。全然僕、あんな二塁へ。なぜだ。完全に足がクロスしてたぞ。誰が見ても僕だ。期待を裏切らねえやつ。沢村、バッター集中でいくぞ。またインコース。まだ甘い。シャタ、顔色悪いぞ。やっぱあのボークが痛かったか。甘い。そうだ、サトランだ。沢村、ボールセカンド。やった、アウト。どのんやっちゅうねん、あのピッチャー。ライター、ナイスキャッチ。なんとか0点に抑えたか。心臓に悪い。片岡、もしかして秘密兵器っちゅうの。お前全然ダメだな。ノーアウト1塁3塁でのダブルプレー、あれはまぐれ。ダメ出しばっかり。つうかインコースしか構えてねえじゃん。お前相手のピッチング見てんのか。ピクリともせん。はっきり言って、あのキャッチャーは鉄さんとの勝負を避けて。ボール。この打席のマスコさん、アウトコースの球を打たされるな。来た、どうか。5番、今日は全然ダメじゃねえか。スライダー。端、ランナー走ったって。ダチのやつ。ボール。え、いいコースや。あ、そうやろ、あのコースを思い切り踏み込んで引っ張った。じゃあ1点返した。すごい、無理やり引っ張ったよ今の。お、シャス。お、近っ。マイちゃん、マイちゃん、マイちゃん。くっそ、次は打つ、絶対打つ。おいおい、大事なのはこれからだぜ。インコース投げ込んでこいよ。逆球、叩け。うがアウト。ワンアウトだ、沢村ちゃん。マスコ先輩、俺が思っている以上にみゆきは沢村のことを認めているのかもしれない。うれ、バカすか、打たれやがって。すいません、タイム。タイム。次は4番のあの人だぞ。とにかく気持ちで投げろ。俺たちバックを信じてな。絶対認めさせてやる。インコース、トライ。おい、なんや、お前らの姿見てたら頑張れよ。はい、頑張ります。タチはああ見えてシャイなやつなんや。シャイ。もう
一度笑顔が。おっしゃ、明日は神奈川や。お前ら元気出していくで。笑った。なんかすげえ疲れた。これが一軍のマウンドのプレッシャーなんかな。合宿最終日、聖堂、稲城実業、周北。8回だけで一挙5点。とうとう捕まったか。川上先輩、もう限界じゃないですか。合宿の疲れだってあるさ。今日はお前に用はない。引っ込んでる。よらせこのバカが。ったく、お前は何も分かっちゃいねえな。わざわざこの時期にお互いの手の内見せるような真似するわけねえだろ。疲れもピークだろうが諦めんなよ川上。うわっ、ちょ、どこ触ってるんですか宮内先輩。と自信持って投げろ。いや、あの、話してください。気持ちで負けるなよ。はい、ストライク。ここへ来て選手たちだけで立ち直るか。さすがに鍛えられている。おう沢村、ベンチ早く片付けろ。今日古谷ってやつ投げる？稲実？さっきの試合には出てなかった人だ。今日はあいつ投げないっすよ。え、マジで？それだけが見たかったのに。お二人は知らないんですか？聖堂にはもう一人すごい投手が入ってきた。この俺、沢村君。ライバルチームに本当の情報喋っちゃったよ。バカかこいつ。え、お前今日投げるんだろ？投げるよ。もう行くぞメイ、俺こいつ嫌いなの。じゃあ後でな。俺たちにとって因縁の相手、あいつを打ち崩さないか。ストライーク。稲城実業2年生エース鳴宮。あいつらはまだ一度も舞台に立っちゃいない。つきたい、あの自信満々のチーラー。そういう時はピッチャーが。みゆき、アップに行くぞ。えっ、ストライク、バッター。りょうさん、5回を投げて球数は43球。いいペースできてますね。ここまではそろそろ相手が狙い球を絞ってくる頃だと思います。ここまで球数も抑えられたし、一気にこっちのペースに引きずり込みましょう。なんかキャッチャーらしいこと言ってる。インコースにしか構えなかったやつが。サインを出さないのは取れる自信がないからだと思ってたんだがな。はあ、つまんないな。聖堂打線がすごいのはもう知ってるよ。この野郎。来た、ストレート。丹波さん、おいおい、フォークなんて消えてねえぞ。ナイスピッチ、ナイスピッチ。通用する俺のピッチ。いいんじゃないですか丹波。みゆきとのコンビもうまくいき始めた。丹波君の最大の弱点は一度打たれ始めると大きく崩れる。みゆき、お、残り3回フォーク中心のリードで頼む。丹波、それはチームを代表する投手としての意見。自分の身勝手な意見だというなら、お前にはエースナンバーをやれん。後半自滅し崩れることが多いのけど、この弱点を自分の手で乗り越えない限り。丹波さん、わかりました。そういうことなら俺も最後までとことん付き合いますよ。1点取られたらスキンヘッド、2点目取られたら眉毛も剃ると。やっはっは、クリス先輩最高。3点目は挑発か。俺たちは絶対に甲子園へ。ふざけんなよクソ、ふざけん。太田部長、車を回してください。はい、動くな丹波。去年はクリス、今年は丹波。本当に申し訳ありません。こんな大事な時期に。あくまでプレイ中に起こったアクシデント。しかしこの試合ここで終わらせてもらってよろしいですか。おい、帰りの準備をするぞ。はい、残念ですよ片岡さん。できればベストな状態で甲子園をかけて勝負し。組み合わせ抽選って今日か。ああ、テスト部長が言ってるよ。丹波君の状態は選手の耳にも入ってると思います。ただいま帰りました監督。決まりましたよ、夏の組み合わせが。大丈夫か先輩たち、昨日から全然元気ねえけど。エースナンバーは丹波に渡す。あいつが戻ってくるまでチーム一丸となって。古谷、そして沢村、1年生2人に投手としての出番が多くなるだろう。頼んだぞ。はい、
全体的に声が出てませんね。勇気と勇式を呼べ。お前ら今チームがどういう状況か分かっているか。丹波のことでチーム全体の士気が落ちている。お前らこれから毎日ブルペンでピッチング練習をしておけ。練習量も増え負担も大きくなると思うが、お前らしかいない。どうだおら、みゆき。全然ストライクが入ってません。何？どうした鏡？投げねえなら俺と変わるか。